はい、ではなんだっけ、滑走面が仕上がった後に今度はエッジのチューンアップです。ちょっとざっくり教えて。練習しといてます。まあ 0.5 だったり、まあ基本みんな 0.5 から、まあ 0.7 ぐらい、75ぐらいまでだね。だからレモとかは1度とか 1.5 ぐらい落とします。落とすんだよね。もうこのテープ貼ってるのは滑走面にこうあんまりこの削った風がね入れ、あの入っちゃうことあるんで。傷ついちゃったことだ。そうっす、傷ついちゃうんで傷つかないように貼ってます。エッジはそのベース側とサイド側があるんだよね。ベース側、滑走面がこう滑走面側とサイド側、サイド側と。ちなみに0度だとどうなって、 0.5 だとどうなる。0度だとこう、まあ、ゲージを当てた時に光が0度だと見えない、うん、平らになってるで、1.5、0.5 か、 0.5 つけると 0.5 ミリ、本当に爪の爪も爪よりないかな、針の先ぐらいの光が垂れる、うん、なるほど。スキー的にはどういう感覚になるの。基本的に、垂らせば垂らすほどスキーがこう動かしやすい、こう、まあずれるとね、ずれやすい、うん、ようにする加工ですかね。なるほどですね。で、まあ、反対側やったらまたこっちが反対側やって、ああそうやってやるね。結構手間といえば手間なんですけどね、これ。でもやっぱね、結構ずっとやってると滑走面もね、あのガイドとか当てて傷ついちゃってたりするから。そうですね。結構ワールドカップ選手とかはもうみんなテープ貼ってから、そうだよ。エッジもあのサイド取るときもテープ貼ってやってますね。ワールドカップサービスマンは滑走面傷つけないよ。粉がね、滑走面に入っちゃうんですよ。ああ、結構やった後はブラシとかもした方がいいかも。そうですね、エッジ、まあサイド後でやるんですけど、その時はあんまり。この作業結構難しくない？滑走面側は一般の方では多分、できないと思います。だよね。なかなか普段その滑走面側をコンスタントに調整するっていう人もあんまりいないかな、選手でも。そうですね、うん、まあ、やってもらうしかないと思います、これは、うん、慣れてないと本当に。ガイドはすごい言ってるんですけど、やりにくいし、やり方も多分分かんないし、強く手でグッとやりすぎたら、その 0.5 だったものがさらに 1.5、1度、じゃあ 1.5 じゃない、2度とか、そう、そういう風になってきて、あと角度が丸くなっちゃうんで、ベースが綺麗に0.5 で角度が出ない。なるほど。力加減もちょっとあんまりかけないで、そのガイドの削れる分だけ削る。じゃあ次はサイドエッジですね。このボーダーの取る位置はいろいろダイヤルで調整します。なるほど。まずエッジを解く前にはボーダーとは、ボーダーとこのここサイドについてるこの塊ですね。塊ですね。黒い部分、ヘッドでいうね。これ取らないとどうなっちゃうんだっけ。取らないとエッジが削れない。こうエッジ削れない。ボーダーが高くなってると、こういうふうに高くなってると、これを低くしてあげないと、エッジよりね、ボーダーを、うん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 、このファイルがこう斜めに研ぐときにファイル、まあ要は当たらないってこと、ね、ファイルが斜めになってボーダーにこうぶつかっちゃうから、うんうん、エッジがこう低かったら当たんないし、角度が変についちゃう、研いでるときもし無理やり削っちゃう。なるほど。まあ鈍角になっちゃうよね。そうですね。
はい、結構よくある質問で、何度にしたらいいんですかっていうのあるけど、どうですかね。基本的に今おすすめは GS は88で、うん、両方88、ジュニアは88ぐらい。ジュニアはやっぱ88だよね、一般的に。あんまりそのグリップしても引っかかって調子いいかもしれないんですけど、それがまあブレーキになってる可能性もあるんで、うん、まあ、よりハードなバーンとかでね滑るようになってきたりとか、レベルが上がっていけばその87とかにしていけばいいと思うんですけど、なるほど。ちょっとトップの方のボーダー取れないんで、そのいらなくなったファイルを使ってちょっと削っていきます。テールの方も黒い部分がないんで、このメタルなんで、この鉄のね、もう少しちょっと、この部分もファイルが要は当たらないからやるんです。そうですね。こんな感じで、で次にまあファイルをこういう風に斜めにガイドに挟んで上げて、トップの方からこのトップのこの曲がる接面に接しない部分もから立てていきます。角度がこうついた時にね、この辺からしっかりトップから捉えられるように、うん、僕は結構こうストロークが細かく、あんまり結構こう長く弾く人もいるんですけど、うん、ストロークは基本細かく細かくいきます。よくいる人で、ファイルにさ、もうゴミが詰まったまま使ってたりとか、あと錆びてるの使ったりするけど、そういうのは良くないよね。良くないですね。基本多分これ1本で僕らで30台ぐらいしか研げないんで、うんうんうん、一般の方だともう20回ぐらいって考えてもいいのかな、うん、で、まあ、1回使ったらしっかりこういうブラシでゴミね取ってあげないといけないですね。こういうふうになんかちょっと線が見えるかな、使っていくとこう線がいろいろエッジ研いだ跡が、これがやっぱ丸くなっていくんで、うんうんうん、鋭さがなくなっていくと研ぎにくいし、何回も何回もやらなきゃいけないんで、エッジも逆に無駄に立たないのに、角が鋭くならないのに、消耗しちゃう、消耗しちゃうっていう。なるほど。エッジだけ削れちゃうっていうことなんで、まあ基本的にはで、あとまあ使い方としてはここからまあ1、2、3ぐらいの気持ちで、うんうんうん、そう折れるんだよね。折れるんです。で、まあ僕はこういうファイルカッターっていうのがあるんで、ここがもう切れなくなったらこういうふうに入れて、うんうん、でこれで折ればこういうふうに切れるんで。なるほど。テコの原理で、うん、折っちゃったわけですね。でこういうのがない人は、例えばない人はこういうね布とかにこうやって巻いて、で例えばハンマーとかがあればで角に置いて、うん、で角のところで折ればこういうふうに折れる。なるほど。こういうふうに。だから多分おそらくあれだよね、折るってことを知らないでさ、ずっと同じ箇所で使ってていつの間にかすぐ使えなくなって、ね、基本的にまあこの辺が多分もったいなくなるんで、うんうん、折っていけばだんだん短くなっていって、うん、まあ、最後はこんな感じで、まあ、短くてもまだ使えるよっていうことね。なるほど。まあこういういらなくなったやつはこういうとこ削るやつに取っといても使えるんで、うんうん、
今細かくちょっと角度出したので、おお、かなりビンビンです。でまあ基本ね、手仕上げはこんな感じで角度、まあ今2回やって角度出るんで、うんうん、で最後に1回こうそこから手に向けて1回で、まあ細かく研いだんで、こうまあちょっと細かい段差があるんで、それを平らにするような。なるほど。結構もう音でわかると思うんですけど、結構ガリガリ言ってる、ガリガリ鋭く立ってます。でこれで半分でいきます。で今こうテープ貼ってるんで、このガイドが滑走面にこうついても傷がつかない、つかないなってどうですね、ようになってます。うん、まあ、結構傷ついて嫌だっていう人はつけた方がおすすめですね。まあ、結構手間だし、コストはちょっとかかりますね。うん、でもやった方がいいよね。そうですね。はい、じゃあ、手仕上げ。手仕上げでやった後に、スノーグライド。スノーグライド。機械ですね。機械ですね。液晶研磨する機械を使って仕上げていくそうです。88度にセッティングして、なるほど。削っていきます。このね、ディスクが、こうくるって回って、このエッジに渡って削っていきます。なるほど。で、他にはどんななんだっけ？キャロット？キャロットと、まあ、他に海外にもいっぱい機械はあるんですけど、日本にはまだ入ってきてないやつもあるんで、で、キャロット、鳥ワン、ね、あと、まあ、スイクスとかでも出てる。あ、スイクスとかね、うん、ありますね。まあ、でも一番、僕が使ってて使いやすくて、で日本に一番鋭すぎずちょうどいい感じの仕上がりになるのがスノーグライダーと思ってるんで、なるほど、これ愛用してます。なるほど。マイルドに仕上がると。そうですね、というわけですね。こんな感じで回転して、なるほど、でこっちの方からちょっと伝わるかわからないですけど、斜めにこう傷が、エッジに目が入るよね。研磨した目が入ります。でこの目をちょっと潰すのか潰さないのかで、引っかかり具合を調整できます。なるほど。今この状態でかなり引っかかるんで、もう足がビターってこう離れないようなぐらいなんですけど、だ要は今水をまいた氷みたいな雪でも滑れるぐらいのエッジの感じになってるね。そうですね。まあいろいろ針の落とし方いっぱいあるんですけど、いろいろストーン使ったり、いろいろあります。いろいろあります。すごいな。まあ、これだけじゃないんですけど、まあオーソドックスに、まあ一般的な感じ、まあみんなが使ってるやつでやっぱやった方がいい。これがダイヤモンドファイルかな。ファイルですね。基本みんなダイヤモンドなんで、今回はじゃあダイヤモンドでやってみたいと思います。やりますか。あとはこんな感じで、まあオイルストーンなのかな、これは。石があったりとか、あとサンドペーパーで落とす人もいるよね。そうですね、サンドペーパーはまあ、普通に、まあ僕はこういう風に形にして、でまあこういうダイヤモンドとか石にこう巻きつけれるように。うんうんうん、これサンドペーパーだけだとどうしても平らにできないんで、フラットに。うん、してこれをガイドに挟んでサンドペーパー挟んで最後当てると、当てたりとか、当てたり、まあペーパーはまあ400番600番ぐらいでいいと思います。はい、で今日はダイヤモンドファイルを使う。ダイヤモンド僕使う時は水につけます。400番つけた方がいいのかな。つけた方がよりツルツルになると思います。
あのバリが綺麗に取れるし、あとこっちに汚れがつきにくい、結構こう水使ってなかったら汚れがつきやすいんですよ。あ、確かにそうです。ここからこうな、要はカスソ麺と一緒だよね、エッジもこうやってバリをちゃんと取ってあげないと滑走性は悪くなっちゃうよね。そうですね、うん、サイド側からやった方がいい、どう、あんまりそこはない、ベース側はあんまりかけすぎるとどうしても手でこうやってこすって、結構みんなあのやりがちなのが、うん、手で、まあ、これでかけたとして、はいはい、結構やりがちなの、こうやってよそ見しながらこうやってガーってかけてるときに手がこうこうなったりこうなったりしてるのが多いんで、結構鈍感になってだんだんか、ま、あの隙がかまなくなってくるんで、うん、あんまりベース側は僕はあんまり軽く本当に1回ぐらい撫でるぐらいでいいと、撫でるぐらいでと思います。それも400番かな。そうですね、同じ番号で。ちなみに番号っていうのは、数字が低ければ低いほど細かい、あれ粗いんじゃなかったっけ、数字が低い方がね粗いんだよね、そうですね、数字が600番がもう少し細かくなって、数千番、1500番、2000番くらいまであります。そうだよね、はい、まあ、だいたい一般的なのが400、600ですねぐらいかな。でまあ、この今400はまあ600ぐらいになってるかな、ちょっと古くなってるんで目が少し潰れていくんで、なるほどなるほど、でまあ600番は逆に今度1000番ぐらいになってるかなっていう、なるほどなるほど、はい、イメージですね。なるほど、じゃあまあそれ消耗品ってことですね。消耗品ってことなんで、まあ基本的にまあこういうのもしっかりまあ濡らして、うん、こういうのでこうこすってあげたり洗ってあげるような、ゴミが結構なんていうんですかね、こう黒いこういう、うん、まあ、サビというか、サビじゃなくてね、まあ、鉄の塊とワックスが固まったやつとか、で基本ワックスをした後にまた剥がしてエッジ研ぐと、うん、結構これ目詰まりしちゃうんで、なるほど、ワックスやる前にエッジはめたら帰ってきて、スキーから帰ってきてからエッジした方が、いやこれでも大事だよね。そうですね、そこを多分結構間違える人もいるんで、うん、でもまあやむを得ない場合もあるんですよね。まあ確かにね、いきなり次の日硬くなっちゃったっていう場合があるんで。で、あと僕が結構これ結構みんな知らないんですけど、まああと基本トップとかはこういう磨き論っていうホームセンターに売ってる、うんうんうん、磨き論、まあいろいろ名前もあると思うんですけど。この白い粉を取るファイバーテックスのヤスリが、はい、ここに研磨剤が入ってるやつで、はいはいはい、ちょっとトップだけトップとテールは15歳このぐらいですかね。なるほど、気持ちちょっと落としてあげるって感じ。そうです、抜けがいいように、うんうんうん、あの食いつきすぎず、引っかかりすぎちゃう時あるからね。そうですね、だちょっとそれでコントロールしにくいなと思う人は、まあ、こういうふうに。そうですね、で結構大会とかで現場に持って行って、これをポケットとかに入れて、うん、持って行って、やっぱどうしても引っかかる雪の日って出てくると思うので、うん、あるね、まあ、新潟とか多いと、新潟とか、まあ、長野はないか、長野はないか、群馬とか、うん、柔らかい雪のとこ、うんうん、でその時に落としていく長さの今このぐらい、うん、10センチぐらいのをやってたんですけど、それをまた20センチにしたり15センチにしたり20センチにしたり、また30、40、50で、このビンディングの足元だけはそのまま残して、あと全部落とす時もあります。こことここテール同じ長さぐらい、足元だけしっかり噛めば、あとトップとテールはすごい丸めても、うん、そのぐらいのレースする時もあると思うんで。そうですね、その調整はまあちょっと自分でちょっと1回滑ってこう擦って、この擦る回数を両方同じにしてやるといいと思います、うんうんうん、なるほど、雪質に合わせてそのエッジはなんか調整の仕方がたくさんあるってことですね。そうですね、と難しいと思うんですけど、あと僕最後にこのシーツの生地でシーツの生地、マニアックだ宿のシーツパクっちゃダメですよ
しっかりホームセンターに売ってるんで、これでこう一応ね最後こう磨くんですよ。ほう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 。こんな感じで磨くと結構滑らかな沢が外すのに。なるほどね。どうですか。ああ、だいぶ滑らかだね。いいね。でも角をしっかり立ってる。最初ファイルとか当てた時だけだと思ってちょっとギザギザした感じがあるんですけど、こうやってやっぱりダイヤモンドとかで仕上げてあげると滑らかで滑走性も良くなるんで、ね、まあこんなところですかね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ちなみに今もう12時ぐらいです。ちょっとテンション低いけど。ありがとうございました。これからです。これからです。はい。